浦村蠣生浦湾に浮かぶ蠣の養殖イカダ浦村蠣は三重県飛ばし浦村町の生浦湾で養殖される蠣品種はマガキである。ノロウイルスによる風評被害がきっかけで養殖業者自らが焼き蠣の食べ放題を提供し始め、ブランドイメージを高めつつある。浦村町は加工に位置し、生浦湾は 波が穏やかであるため、餌が豊富にあり、蠣の養殖に適した地域である。このため、牡蠣の入荷から1年で、出荷可能となるまでに成長し、柔らかな蠣となる。なお、浦村蠣は1年を超えると渋みが出るとされる。浦村の蠣生産量は、三重県全体の3分の2に達する。年間出荷量は2015年時点でむき身で700トン。 からつきで1200万個程度である。伊勢保健所が構築した、三重の柿安心システムに参加している、養殖事業者は2015年9月7日、現在、64社に上り、浦村柿養殖事業者は2015年現在77人に、達する。湾岸に、柿の加工、出荷工場が立ち並び、柿横町と呼ばれている。例年、 カキの国祭りというイベントを開催し、数万個に及ぶカキの無料提供のほか、カキそのものやカキフライなどの料理を販売している。カキの国祭り実行委員会の主催、トバイソベ漁業共同組合の共催で、統合で廃校となるまで、トバシ立教、浦野学校が協力していた。2014年のカキの国祭りには4000人。 牡蠣食べ放題には67,064万人が訪れた。浦村町では、干潮時に岩に付着した天然の牡蠣を採取して、地域内で販売していたが、1926年に沖縄県出身の大城が、日米牡蠣という会社を設立し、養殖を始めた。日米牡蠣は、スイカ式養殖法で生浦湾東部の春尻町だが、 谷にて50ほどのイカダを浮かべて1929年頃より本格的に事業を展開した。養殖技術の指導者は大阪府より昇平し、殻向き作業に地元の住民を50人ほど雇用していた。また1930年には浦村漁業組合が、記の区画漁業権を取得し、40代のイカダで養殖を始めたと言われている。 その後、日米ガキは1934年頃に柿養殖を終了するが、代わって同じ頃に共栄という会社が東京出身の石ガキにより設立され、養殖が行われた。共栄は日米ガキより規模が大きく、100人ほど雇用し、1年5代のイカダを20年保有し、養殖を行った。また、1935年頃には、 地元ゆるしら12人がおのおので、柿養殖を営み始めた。生産した柿は定期船で、鳥羽町へ運び、鳥羽駅から鉄道で、東京や大阪へ空付きのまま出荷した。むき身にした柿は、樽詰めにして出荷した。第二次世界大戦後は、1947年に、漁業法が改正されたことを受け、1950年頃から、 一般の地元漁業者の夏季養殖参入が進んだ。一方で共栄は1953年頃に創業を停止した。なお、むき身の出荷は樽詰めから缶詰に変わった。1973年には、的や柿の浄化システムが浦村町でも使用可能となり、 生食用のカキを養殖する漁業者が増加し、真珠養殖の不振も重なってカキ養殖への転換が進み、浦村町はカキ養殖が漁業の中心となった。鳥橋のカキの生産量は1967年度の263トンから1987年度に787トンまで増加した一方、密食によるカキの死亡率が上昇を見せ、 1981年に、浦村漁協は、館内のイカダ数を1250台までに制限した。また、1984年4月13日には、浦村町の青年11人が、養殖研究会を立ち上げ、湾内の水質調査などの活動を開始した。戸橋水産研究所は湾口を塞がないようにイカダの位置を変えることや、下水の規制などを提案した。 1996年から毎年2月にカキの国祭りを開催し消費者へ裏村カキの PR を開始した。2003年、三重県庁は裏村カキとマトヤカキのブランドの維持、向上を目指してカキの安心・安全情報をインターネットで提供する三重のカキ安心情報を構築、厳しい品質基準を定めた三重のカキ安心システムを立ち上げた。 しかし、2006年度は、実際にはカキによる食中毒は、ほとんどなかったものの、ノロウイルスがカキなどの2枚以外が原因であると、受け取れるようなマスメディアによる報道がなされ、カキの売り上げが落ち込んだ。これをきっかけに、裏村の養殖業者らは、2007年からカキの食べ放題を始めた。2011年3月11日には、 東北地方太平洋沖地震に伴う津波によって被害を受けた。このため、翌2012年の夏季の国祭りは中止が決定したが、地元有志が浦村蠣応援団を組織し、浦村蠣応援祭りとして海の博物館で2012年2月18日に開催された。夏季養殖は毎年10月の種差し作業から始まる。 種刺しとは、柿の種がついた貝殻に穴を開けて、ロープを通し、釘で留める作業である。種かきは9月から10月に、宮城県から入荷する。11月に種刺しをした柿をいかだに吊るし、12月から翌年1月にかけて養殖する。柿の養殖には、給仕が不要であり、種かきの仕入れ値は必要経費の3%で済む。2月から3月頃には、 分欠、または、種分けと呼ばれる作業を行い、本養殖に入る。そして4月と5月は、翌年の養殖の準備を、並行して行う。具体的には4月に、翌年の養殖場所をくじ引きで決定し、5月には、イカダやロープの準備をする。6月から8月にかけては、イカダの見回りを行って、出荷に備え、9月から翌年3月にかけて、 日本各地に向けて出荷する。一年のうちで最も忙しく、人手を必要とする時期は、カキの出荷と種カキの入荷が重なる周期である。基本的に、家族経営であるが、繁忙期には、近隣の石鏡町や国崎町のアマを雇用したり、中華人民共和国からの研修生を受け入れたり、している。特に安定的に労働力の確保が可能な。 研修生が重宝される。人件費と原価消却費は、柿養殖業者にとって大きな負担であり、全経費の半分を占めている。裏村柿、ドッグと飛ばサイダー成長し、出荷の時期を迎えた柿は、ロープから外して浄化される。浄化とは、紫外線で殺菌された海水に柿をつけ、柿に生殖する上で不要なものを吐き出させる作業であり、 三重県では生食用の蠣は18時間の浄化を行わなければならないと定めている。この浄化法は、島市磯部町的屋で生産される的屋蠣の海の親、佐藤忠夫が1953年に開発した。浄化済みの蠣は殻付きのまま箱詰めして出荷するものと、殻から身を外しパックに詰め、さらに箱詰めして出荷するものがある。出荷は、 トバイソベ漁業共同組合を経由するものと養殖業者による直販があるが漁協経由は少なくほとんどが業者の直販である漁協経由の場合出荷先は東京都や大阪府であり業者の直販は日本各地の消費地市場やインターネットで注文を受けた消費者への発送となる残ったカキの殻は浦村町内にある工場で カキ殻石灰に加工し、肥料として販売する。カキの殻は、処理方法に困る産物であったが、カキ殻石灰への加工ができるようになってからはむしろ、原料不足の状態となっている。市場や飲食店への出荷が中心であったが、観光客への直売や店頭で焼いて食べてもらう、業者が増加し、テレビ番組で取り上げられるようになった。また、 ご当地バーガーのとバーガーとして、裏村町のよきちやが、裏村牡蠣、ドッグを、丸禅水産が、裏村牡蠣、ジューシーバーガーを2016年現在提供している。ありがとうございます。